皆様、今回も動画のご視聴誠にありがとうございます。シロッピー管理人旅行部です。今回は波照間島から石垣島への帰りのフェリーの動画をお送りいたします。よろしくお願いいたします。ペンション最南端さんでは美味しい食事をいただき、9時50分の船に間に合うように港まで送っていただきました。ターミナルでお土産物屋があったので友達にお土産を買い出港。なんか穏やかな感じがしていいんですけど、さて今日はどうなんでしょうね。こんななんか賑やかな看板もあって、ついに波照間島を去るのが非常に残念です。まあ波照間島を去ると言っても着いたのが昨日の、昼過ぎで、出港が9時50分なので24時間いなかったんですけど、次は、昨日行けなかった数々のところを回れるようにスケジュールをしてまた訪れたいと思います。私が乗りましたパイ島という船ですね、波照間発石垣島、灯台のある埠頭を出て外洋に入ります。また昨日のようなあのかよくわけのわかんない上に行ったり下に行ったり右に左に揺られるというのを想像していたんですけど、実は今日はですねそんなに揺れなかった。昨日に比べればほとんど揺れなかった、全く揺れなかった、なんかそんな感じの航海でした。昨日がですねダートを走る軽トラックであれば、今日はレクサス、まあ、それはちょっと言い過ぎですね。遠くに西表島が見えています。なんか遠くに見えるなと思っていたんですけども、どうも今回は昨日のように西表島と黒島アラグスク島の間を通って途中で南西に行くのではなくて、初めからアラグスク島黒島の南を通るルートを走っていたようです。これ遠くにアラグスク島が見えています。あの塔が特徴的ですね。後ほど安永観光の方に確認をいたしましたら、天気によって、まあ、波のコンディションなどによってこういったルートを通ることもあるそうです。特に今回のパイ島号は西表島の大原港などに寄らないので、そういったこともあってこの南ルートを通って一直線に石垣島を目指しているそうです。心よくご対応くださった安永観光のスタッフの方、本当にありがとうございました。昨日の大揺れもそうでしたけど、この石垣波照間島の航路の欠航率って相当高いみたいですね。私が乗った5月はそんなに欠航率は高くないみたいですね。1年で一番欠航が少ないのがこの季節だと聞いたことがありますが、台風シーズンや冬の季節になると一月の欠航率が半分ということもあるそうです。富士登山競争山頂コースの完走率みたいなもので 47% とかそんな数字のようです。ということはやっぱり私はまあラッキーだったというか、まあ運が良かった。まあ私は富士登山競争山頂コース4回出て4回とも関門でタイムオーバーでアウトになっちゃったんですけどね。それにしても昨日に比べたら本当に快適な船旅ですね。こんなにも違うもんなんですね。ちなみに高速船は波高3メートル、フェリーは波高5メートルで欠航になるそうです。なるほど、3メートル以内だったら運航するんですね。というか昨日の波3メートルなかったってことですよね。いやー、やっぱり大しけの海ってこりゃ悲惨ですよね。船関係の方本当にお疲れ様でございます。日々お気をつけください。
富島が見えてきました。実はですね、今日はこれから石垣に着いたら竹富島に観光に行く予定です。ペンション最南端さんのスタッフの方に、石垣島で3時間半ぐらい時間があるんですけどとお話ししたら、じゃあ竹富島なんていいですよ、船で10分だし、昨日みたいにランニングされても1時間半もあればだいたい見て回れるんじゃないですかね、などとお勧めをいただきましたので、ありがとうございますとお礼を申し上げて行ってみることにいたしました。ちょうどですね、この船が着いた30分後ぐらいに竹富島への船が出ますので、早速チケットを買って行くことにしました。スーツケースは、離島ターミナルのコインロッカーに預けます。いや、確かにこう見るととてもなんか綺麗な島ですよね。友達も何人か行ったことがあるみたいでして、みんながとても綺麗な島だって言ってましたので、私も楽しみに島を訪れてみたいと思います。まあ考えてみればね、石垣島で3時間4時間時間が空くなんて旅の前から分かってることなんで、こういうリサーチもしとけって話なんですけど、宿の方にお勧めをいただいて、行くことができました。教えていただいて本当にありがとうございます。これ本当に素敵な島でした。本当はね、空港に早く着いてその3、4時間で仕事しようと思ってたんですけど、仕事なんて今日朝早く起きて片付けてクライアントさんに送っちゃったのでやることもないんですよね。まあ貧乏症というか、なんというか、もっとこの非日常の旅を楽しめって話ですよね。まったくもう本当に。お、石垣島が見えてきましたね。本当に平穏無事な旅、船旅でございました。昨日のことを想像していたので拍子抜けというか肩透かしというか、まあ嬉しいのは嬉しいんですけども、またあの波の間を飛ぶような動画が撮れたかなって思ってたので、ちょっとだけ残念でした。すみません、嘘を申し上げました。本当に平穏な旅で嬉しかったのを覚えています。昨日のように上下左右斜めなんとかかんとかなんていう揺れを翌日にすぐ経験するなんて、まっぴらごめんだと思ってましたので、すみません、嘘をつきまして申し訳ございませんでした。これから行く竹富島を含めた竹富町、西表島なども含むんですけども、ここはですね、その自分の町の中に役場がない、自治体の外に役場がある珍しい自治体だそうです。竹富町って9つの有人島とその周辺の無人島でなる、自治体なんですけども、その島々に行くのにですね、起点は、まあ、基本的にいいですかね、石垣島になっているので、各島に直接行く方法がないということで、石垣島に竹富町役場が置かれているそうです。役場がその町村の外に位置するってところは、竹富町以外では鹿児島県の十島村と三島村しかないそうです。全国に3カ所だけ、やっぱり珍しいんですね。ただ竹富町の役場に関しては西表島大原への移転計画が進められているそうです。石垣港離島ターミナルに入ってまいりました。石垣島もね、まだまだ見どころがいっぱいあるんですけども、この3時間4時間、飛行機に乗る時間もあるのでちょっと短いんですけど、そういったものも考えるとね、微妙な時間しか残ってないので、今回は竹富島に行ってきます。フルストバル遺跡とか先島諸島ヒバンムイ、そんな楽しそうな遺跡なんかもありますので、次回はぜひ時間をとってぐるぐる島を回ってみたいと思っております。向こうに大きな船が見えますよね。多分あれに乗ったんじゃなかったですかね。さすがね、竹富島に行く観光客の方は多かったですよ。船内も賑やかでした。次に向かうのはこの一連の旅の最後の寄港地、竹富島です。楽しみですけども寂しくもあります。今回も動画のご視聴誠にありがとうございました。
これもね、500円でいただけるんですけどね、忘れてしまって後で送っていただきました。ありがとうございました。すみません。